ロンパクチャンネルです。今回は2022年の振り返り動画です。総集編になっております。2022年は月に1回お泊まりに行きましょうと目標を立てておりました。2022年1月から2022年12月まで12ヶ月間で全部で13宿行きました。振り返りつつ感想戦をしていきたいと。感想戦って何？感想戦だよ。将棋の感想戦知らないのか？知らない。ジャンガーフ1、3歩なり。だいたい基本月1に行ってます。4月千葉県朝湯の木さん、2月静岡県八の坊さん、3月山梨県パールフォレスタさんで、同じく3月栃木か鬼怒川国際ホテルさん、7月はちょっとお休みをして、5月静岡県伊豆愛犬お宿さん、6月福島県エンゼルフォレスト那須白川さん、7月群馬県草津藤重さん、8月山梨県サンレイクさん、9月千葉県平浜オーシャンリゾートさん、10月彦根ドッグパレスリゾートさん、同じく10月埼玉県が秩父さん、11月伊豆アップルシードさん、12月神奈川県ワンズランド三浦海岸となっております。13泊14日。違うでしょ、14日じゃないでしょ。詳しいことはよくわからんが、とにかくすごい地震だ。これからワンちゃんとお宿を考えているとこういう方の、ちょっとした情報の足しになればと振り返ってみたいと思います。最初に言っときますけど、全部いいお宿でした。そう、外れは一切ございません。向き不向きだよね。食事の好き嫌いとか、そうゲージが苦手とか、一緒じゃないと寝れないとか、ドッグランがないとダメとか、食事は一緒に取れないとダメだとか、車移動になってるので、公共交通機関のことは分かりません。お利口なワンちゃんは電車も、乗れると思います。我が家の子は基本的には平日のみです。たまに土曜も引っかかるけど、勤労ってことは稀にありますけど、料金も基本平日料金だと思ってください。土日の人はもうちょっと上がる、一番安い時の料金だと思う。そうね、あと直前予約だから、天気を気にするお人なので、天気気にしないと犬連れだとどうしようもなくなっちゃうから、雨降んないなと思ったら予約すると。3日前とか2日前とか前日とかね、軽井沢とか当日だったような気もしないですけど、ね、本当に直前の予約というのが前提条件になりますね。ここも踏まえてご覧ください。ご覧ください。よろしくお願いします。まずは1月朝湯の木さんで、これ目の前ドッグランね、よかったよね。すごい広いってわけじゃないです、本当に。いや十分だよ、小型犬なら。そうね、ここはもう料理だね。食事がもう本当トップクラス。この今回の中でもまたいろいろと考えられてたので、テーブルだったりとかベッドの高さだったりとか、ベッドが高く作ってあって、ジャンプしても乗れなくなって、テーブルもダイニングテーブルみたいに高いし、食事も基本部屋食、留守番しなくても大丈夫で、テーブルなんでお手手が届かんと、食いしん坊なワンちゃん飼ってる人はおすすめ。食事も非常に美味しいと、素晴らしい。露天のお風呂があって、で貸し切りだから、ただお部屋にもついてたので、確かちゃんとお風呂の時だけ留守番がね、夜なんで、この時だけちょっと留守番をしていただくと。2人で行って片方ずつ入るとか、ゲージがあるから安心かな。そうね、ただこの人たちはギャン泣きだったけどね。こういう感じで中でもうワッサワッサ大興奮。なしワンちゃんだったら問題ないと。部屋も2部屋しかないんで、取るの難しいんだよね。周りにご迷惑ってことも多分ないかな。そんなには別棟に近いような、一戸建てを半分に分けた感じだから、ワンちゃん用のご飯はないので、自分で料理と、設備的なところ、料理的なところ、お風呂すべて良かった。オーナーさんがね、ワンニャンすごい飼ってる方なので、寛容に接してもらえる、比較的初めてに近い旅行でも行きやすい、安心だと思う。お部屋の作りとかもお家の雰囲気だから、結構初心者におすすめかなと。他のワンちゃんともそんなに会うことがないので、客室が多いわけではないので、他のワンちゃんとの交流っていうのはあんまないです、そういった人は向いてるかなと、たくさんの犬と遊びたいとか触れ合いたいとかいう人はちょっと向かない、物足りないかもしれない、どっちかっていうと我が家の落ち着いて過ごそうっていう、海も近いしね、人も犬もリフレッシュと、まったり過ごすお宿だね、でお値段もそんな高くないんで、1万3、4000円だったと思うけどね。アメニティは特に困るところはございませんでした。ベッドシーツと
消臭とコロコロとか、はい、布団の上には乗せられないのでゲージで寝られるということが多分大前提になります。我々は寝袋です。寝袋で寝てますので、一緒にこの子たちはね、僕はベッドで寝ますけど、僕も休みたいんで。千葉が割とそうなんだけど、観光施設があんまりないんだよね。ワンちゃんと行ける道の駅はすごいたくさんあるから、道の駅を巡りながら、すぐ海だから、ね、そう波の音するもんね。ドッグラン見えはしないけど、もうすぐ海なんで、うん、海を楽しんでください。夏はちょっとわちゃわちゃするかもしれない。今回冬だったんで、夏はちょっとワギャンランドで。右側のベッドだけ使われてます、僕が寝たからです。さあ今の木さんでした。2月が八の坊さん、ちょうどバレンタインの時ですね。あ、そうだ、バレンタインだったね、はい、八の坊さんは何がいてもスタッフさんですね。営業員さんがすごい良かったですね、うん、部屋もね、老舗の純和風の落ち着いた宿だったよね。おもてなしっていう感じのお宿で、お風呂も、まあ、アメニティも当然もう申し分なくいろいろと。ゲージはないんだけど、ご自身でお持ちくださいか。トイレがないからペットシーツを敷いただけ。基本はおむつしたかな、畳だからね。まあでもちゃんと足拭きとか、そうそういうの、あのしっかりと。ドッグランもさ、屋上とあとワンちゃん足湯があるんだよね。足湯ね、めっちゃ豪華だったよ。アメニティっていうところだと、やっぱ他に比べるとちょっとゲージとかはないんで、まあ、うちらは常にねゲージ持ってる、あの折りたたみゲージを持ってるから必要な時には出して使うけど、絶対必要だよっていう子はもっとあのグレードの高いお部屋だと全然違うから、スイートルームみたいな。そうそっちは多分誰かどっかに動画出してる人がいるんで、それをご覧ください。ワンちゃんの方とかもね、この絵とかね可愛かった。食事は別室でちゃんと一緒に食べられます。え、あれってさ、空いてるからどうぞっていう、コロナだったからなのかな、なんかねデフォルトじゃないの、今日は空いてるからどうぞみたいな感じで使わせてもらったんじゃなかったかな。自分らの時は部屋ではなくて別室のところでテーブルで食べさせていただきました。で、基本は布団になります。布団には寝れないので、僕は布団で寝ます。私は寝袋です。寝袋で寝ると。でお風呂、これ貸し切り風呂だね。ここ良かったよね、上にあるんだよね、屋上。これはちょっと犬はね連れてけなかったので、これが別の会場でテーブルだったので、やっぱし食いしん坊なこの子たちも届かず、担当してくれたお姉さんが、うん、本当にワンちゃん好きで、犬好きでね、3匹飼ってるって言ってたかな。すれ違っても声かけてくれたね。そう抱っこしてもらったりして、コースだったり何がいても全部最初に出てるから、すごい美味しかった。好きなものから食べる。なのでまあ客室も畳といったところなので、粗相が怖い人はまず着用してください。もうワンチャンメニューはないですね。お布団敷いてもらったんだけど、一つは使わず、でご飯もカリカリだけ食べてる感じですね。あ、そうそれでロンタがね、バレンタインが一応推定の誕生日なので勝手につけたので、バレンタイン忘れねえだろうっつってちょっとねそれを伝えてたら、お姉さんと喋ってて、何歳ですかって言われて、保護ちゃんだから分かんないんだけど勝手に誕生日今日なんですって言ったら、おかみからジラって言われてやつをもらっちゃったんだよ。勉強してハクちゃんも食べてます。お心遣いのあるお宿でね、周りも散歩もできますし、ロープウェイも乗れますし、一応パノラマパークっていうところもいいと思います。まあまあ客室はあるので、他のワンちゃんともまあ会う、自分らは会わなかったけどね、うん、でもすれ違ったりとかしてたので。でもワンちゃんいないお客さんも泊まるんだよね、うん、多からず少なからずっていうような感じかな。足湯とかのところでやっぱね見たりとかもで、初心者っていうよりはどっか泊まって2回目とか3回目とか慣れてきたワンちゃんの方が泊まりやすいかもしれない、まあ、いいかも、まあ、ただ食事は一緒にできるのでその辺は安心かなと。周りに観光するところも多いんで、この時は伊豆パノラマパークと石間スカイウォークか、まあ、お値段もやっぱし今は3000円4000円だったと思うけどな。お高級なお部屋はもっとするんだけど、このお部屋はそんなにねしなかったね。伊豆あたりはワンちゃんと観光できるところ多いし、新しいお部屋もできてきたってお知らせ来たんでね、より力を入れていく印象があります。今後さらに期待のお宿ホームページを見てみてください。そして3月カーロフォレスタさん、カーロフォレスタさんもいろんなところに宿ありますので、そうだね、皆さんも出るんじゃないでしょうか。
山中湖、河口湖、バフ、いろいろありますね、うん、低価格帯から高価格帯まで、うん、毎年冬は安くなってるキャンペーンをやってます。山梨県だからかな、なぜなら寒いから、雪降るから。ただこの時はすごい暖かかったんだよね。そう、なんで雪も降ってないですし、本当に高い、普段自分らじゃ泊まんないような1泊3万円とか風呂宿、3年に近いような預金で泊まらせていただきました。なんで本当に部屋も広いし、目の前にあのプライベートドッグラン、濡れてたんでほとんどドッグランとかは遊べなかったんですけどね。でもプライベートドッグランはね、まあまあ遊んでたよ。なんで本当コテージみたいな。そうだね、そんな感じで、お風呂も当然その部屋の中におしゃれお風呂があって、うんうん、2階だと。ただこの2階の柵がね、ちょっとね、そう小型犬がね、ちょっとね広めなんだよね、すり抜けちゃうサイズ感で、チワワとかちっちゃい子だとあそこから落っこっちゃう可能性が怖かったので、ね、見てられればいいんだけど、出てたりするときはちょっと怖いんで、ね、何するかわかんない。金額に即した3万するよね。そうだね、お部屋も広いし、この間がねちょっと広めなんだよね。階段のあれが柵から出てきちゃったんだよね。そうそう、振り抜けちゃう感じ。また2階で僕だけ寝ます。私は1階で寝袋そのパターン。これはちょっとやっぱ湿ってたんでね、あんまり泥んこになるとどっか汚しちゃったらあれだから、この時期はもう湿り気ちょっとですよ、うん、雪があったりして、うん、降る地域っていうのが分かるよね。犬専用のホテルなので、もう設備系はもう何の申し分もないと。トイレもついてたと思うよ。ゲージはないんじゃなかったかな。食事も一緒だし、部屋食なんで、トイレはそこにあるね、うん、リラックスできる雰囲気のいいお宿だったよね。アメニティも最高です。そう、アメニティも高級でした。で食事が部屋食なんだけどコースなので、欠点はやっぱタイミングだよね。持ってくる方もこっちのペースわかんないんで、そうやっぱ食べた後空いちゃったりとかいうのがあると。早食いなんだよね。もうこれはしょうがないよね。フレンチのね食べ方を知らない私たちだから、ね、しょうがない。もう来たら即食っちゃうからさ、うん、そう、もうすぐさかっこんで食べてさあ来ないなって言ってテレビを見て空いちゃうんだよね、やっぱ次の来るまで。来たら来たでこの子たちはもう吠えまくるので、誰が来た、そう、その都度抱っこして避難してっていう状況がありました。なので部屋食でいいんだけれども、毎回来るたびに人の出入りがあるので、こういう風に吠えちゃうワンちゃんいないだろうけどな、のようなヤッキー犬はちょっと大変。失礼しますとか抱っこでガッチリしないといけないんで、テーブルだから手に届くとこにあるわけではないので大丈夫なんですけど、人が来ちゃうと吠えちゃうよって人はやっぱこの食事の時の出入りが多いんで、その都度ちょっとこうねないといけないって言ったところは、そういった犬は大変かもしれない。なんでお利口さん向けです。でもさ、価格帯的にはさ高級犬じゃないと困らないような感じ。1泊3万以上するお部屋なので、そもそも高級犬でしつけができている犬じゃないとダメです。我々のようにヤンキー犬がねひょっと行っちゃうと、もう間違い感が出ちゃうね。その都度こう恐縮しないといけないので、うん、でメニューはあります。犬用のメニュ ー, ニュー、はい、ワンちゃんメニューはあります。かなりいろいろあったね。いろいろ選べると思います、うん、その辺はいいんじゃないでしょうか。周りも当然あの山中湖なので、いろいろ遊べるところ、見れるところ、お船乗ったり遊ぶところも多いので、あとお城ハッカー行ったんだっけ。観光っていうところは申し分なしと。品のいいお利口犬、知らない人が来てもこれがねちょっとね通っちゃうんだよね。そうは言っても食事の時だけなんで、そこさえクリアできればいいのかなと。またそのお値段的なとこですね、我が家的にはやっぱお高い高級宿に入ります、ね、うん、こういう安い時じゃないと。でも行ってみれてよかったよね。そうそう、で料金くれてさ、あの和風ね、和風、うん、山梨県有名だと思います。帰りにそこ寄れるので、プランだったら有料のドッグラン、そもそもそこに泊まることも、でそっち安いんで、そこそこ13,000-14,000円で泊まれますので、まあこのグループ全体楽しんで、いつでももらえるのかねあれね。どうだろうね、キャンペーンだったかもしれないけど ね、その辺はホームページをご覧ください。3月品川国際ホテルさん、まあ、情報によると本当に日本で初めてワンコの泊まれるお宿を作ったという元祖っていうやつですね。建物自体は元祖ってだけあって、本当に昔の感じではあるんですが、全然手入れはされてて、うん、古いとかっていうのも全然感じず、いいお部屋でしたね。品川なので当然あの観光面は
全く問題なく江戸村もあります。ミニチュアのとこもあります。東武ワールドスクエアね、うん、鬼怒川には私の大好きな江戸ワンダーランドがあるから。鬼怒川なんでも江戸ワンダーランド最高だからワンちゃん行けるので行ってほしい。ほんと江戸ワンダーランド1個江戸村。3月はね、うん、まだちょっとやっぱ寒かった、風がね強くてね、うん、ドッグランも、ドッグランがね3か所、屋上もあるし、地上と地下にもあったね、うん、地下っていうか、あれが1階なのかな。屋根付きのね楽しいドッグランだったよね。屋上はちょっと寒かったんで、ここは走り回ってますね。猫ちゃんが泊まれるからちゃんとキャットルームもあって、アメニティも全く、ただゲージはやっぱしないです。ゲージは自分で必要とあれば持ってる、うん、ワンちゃんのおやつも用意してもらって嬉しかったね。お風呂がねあれなんだよね、可愛い家族風呂があるんでワンちゃんと入れるね、入んなかったよね。ご飯は部屋食です。部屋食にしてもらったんだよね。してもらったのかな、いくらか多分追加じゃなかった、うん、ワンちゃんメニューもあります。ハンバーグを、ただ当然和室なので届きます。こんな感じで、だから多分ゲージに入れてると思う、うん、持参したゲージに幽閉してます。抱っこできる時は抱っこして、食感っぽいところの、ね、ご飯はね美味しいしかないよね。ちゃんと犬用麺もあります。観光麺もまあ当然申し分もないですし、アメニティもドッグランも全部あると。何よりもコスプレだよね。コスプレというわけでコスプレで写真撮れる設備もあると。もう最高だったね、はい、初心者でもいいと思いますし、設備も揃っていますし、元祖っていうだけあって、バランス取れた感じですね。お値段もね安かったと思う。高いとこそもそも、ね、そう基本1万5千ラインで考えてるはずなので、うん、もう全部が平均して素晴らしい。思い出も作れるし、コスプレもできるし、ね、ご飯も美味しいし、温泉も良かったし、従業員さんも大歓迎だし、なんかこう古き良きレトロで可愛いんだよね。車を駐車場に止めるとこう出てくるみたいなお荷物持ちましょうかとか、今ではちょっとねもうセルフになってて、それが逆にっていう人もいるかもしれないですけど、部屋まで案内とかも大体もう鍵渡されて終わりじゃないですか、うん、いい意味でこう昔ながらのあれを残しつつっていうような親ぜひ参考にしてください。5月愛犬お宿さんですね。ここもねそこそこ高いはずなんだけど、なんかでちょっと安かったんだよな。2万円台一泊、2万前半だったと思う。それがキャッシュバックで1万円ぐらい。帰りに愛犬の駅で使ったでしょ。設備はもう完璧ですね。大きいゲージがあって、その中にトイレがあって、1、2匹でも全然そうだね入れる、ね、あと勝手に開くトイレね、もう設備も完璧でございました。チェックインの時もおやつをさ、おやつもらってね、もらってずるかったね。最高だったね。でここはもう布団一緒に OK、うん、おむつをして、数少ない一緒に寝れるお宿は本当に少ないね。調べてもやっぱり少ない、本当に怪我が寝なくて。で入り口にねおむつをね用意してくれてて、無料だよね。そうビュッフェでしょ、おむつビュッフェ、あと浴衣、ワンちゃん用のおむつ浴衣ビュッフェ、ドッグランもね、南国リゾート風、うん、まあお値段ちょっとあるけどね、まあ、納得の。飲み放題だったりカラオケができたり、カラオケ好き、かぶり物好き、漫画コーナーもあるしね、うん、もし雨とかでも楽しいよね。全然そうね、屋内ドッグランもあったね。最終日ちょっとレクチャーみたいなこともしたよね。そうこれね屋内ドッグラン、雨でも OK、 楽しめる、うん、のんべえさんも OK、 飲みまくりだよね。そらねもお夜食もあるからね。そうだね、ラーメン食べてる、ラーメン夜泣きだよ、夜泣きラーメン、うん、つまみもついてきたしね、至れり尽くせり、うん、名前の通り。そうだね、愛犬お宿だからね、本当にここは何も言うことは。 YouTube すごいみんな言ってるのが上がってるから、うん、人気があるのがわかるよね。そうね、うん、伊豆なので周りにはグランパルの近くだ。もう近いよ、そんな遠くない。この辺は密集してるんで観光には申し分ない。山も大室小室もあるし、いろいろと行ける。お料理は一つ言うとすると、料理がコースなんだよね。貸し切り風呂、貸し切り風呂は予約制で無料だったんだ、うん、カラオケも無料だもん、うん、一緒には入れないけど脱衣所までね連れていけるので安心で、温泉だし見えるしね、うん、お部屋に置き去りよりは安心。食事もビュッフェもあるけど、この子たちは食べてからにしないと、うん、吠えまくりまクリスティーになっちゃうこのワンちゃんの席ね、比較的まあおとなしかったね。ビュッフェがやっぱり良かったね。ワンコビュッフェ、これ美味しいもんだけ食べると腹を下しちゃう。
ます。人間のご飯もすごい美味しかった。まあ、これも解析ではあったけど、基本最初に全部並んでたと思うんだよね。食べたら出てくる、食べたら出てくるっていう苦手パターンではなかったので食べやすかったかな。ビュッフェじゃないので好きなものを好きなだけっていうわけではないんでね。でも飲み干してたよね、このスープ。美味しくて、あ、美味しかったね。デザート3品も出てきたよね。お風呂も貸し切り、また別にね、露天がまた貸し切りで外にあります、うん、これ犬はいけないので、ピンクだけ一人で行ってる。時間制とかでもないからのんびり入れるの。サムエみたいなのがワンちゃん用であるから、ほんとかわいい、ほんとかわいいね、ハクちゃん。お夜食を食べに来たんだよね、はい、おつまみとかも軽いのが食べ放題で、だってお酒飲めるから、ね、そうそう。ラーメンも一人一杯とかじゃなかったよね。取りに行けばもらえる感じだった、ね、ただそんな食えねえだろ。まあまあまあ、犬も楽しめて人もより楽しめる。犬ファーストでもあるんだけど飼い主さんの満足度も非常に高い、うん、一日中ダラダラしてて10時12分でしょ、まだ起きてる。普段もう寝てるもん、ね、やることねえな。もう一度ね行ってみたいね、赤ちゃんね。系列のさ、ウブドね、ウブドはさらに高いからね、うん、お部屋が多分広いよね。皆さんがグッドボタンいただければウブドも紹介したいと思います。いや、みんな行ってるから収益化するようなことがあれば行ってみたいね。コメントいただければウブドの森行きます。そうでしょ。まあ散歩コースもウブドの森近い。そう、近いんだよね。リスさんに会ったんだよね、このお散歩してたら。お散歩するのも楽しかったね。なんかもう外も雨が降ってても、食事もその間の間食もおやつもお酒も、お酒が好きな人はよりいいと思います、うん、満足度の高いお宿。朝もバイキング、うんね、この後に繋いでおくらんでマッサージね、これ。そう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 、コミュニティタイム、セルフマッサージ。ここをこう尻尾ブンブンするから、ここの筋肉が疲れてるから、ここが凝ってるよっつって、ポンポン、ね、1万円払ったんだ。そう、3000円がワンチャンビュッフェが使えたんだよ。そうそうそう、別料金分が、うん、そうそうそう、ビュッフェの内容見て後から頼んだらそれに使わせてもらった。そう、使えたんだ。グループとして素晴らしいお宿でございます。愛犬の駅とグループだからそこで使えて、利用料と、ね、ご飯とね、素晴らしいお宿でした。愛犬お宿でございました。続きまして6月、エンゼルフォレスト那須白川さん、初の福島ですね。コテージタイプ、ドームコテージ、ぽいぽいカプセルみたいな、ホテルとはまたちょっと違ったような形になります。ドッグランとかは離れているので、他のワンちゃんと一緒に会うとかっていうのはあんまなかったね。でもレストランでね、うん、レストランで会うけどね、うん、雨がね、ドッグランには行けなかったんだよね、うん、ほとんど走れなかったね。そう、室内ドッグランがあったんだけど、うん、結構遠くって敷地が広いからね、忘れてて行けなかったね。エンゼルフォレスト那須白川さんも、なんといっても食事ね、食事と価格、ここが SS クラスです。すんごい安かったんだよね。本当に安かった。7000円台、1人ね、2食付きで、ワンちゃん無料、お風呂は温泉だし、プール付き、ドッグランも何箇所もあって、ご飯はビュッフェ。僕にとってはもう最高ですね。美味しいものが好きなだけ自分のタイミングで食べられて、しかも地のもの、福島フェアみたいなのちょうどやってて、地のものが食べられると、すごい美味しかったね。でワンコの食べ物も、ワクちゃんたちも食べ放題。ここはね、言い方があれかもしれない、コスパっていう意味では多分最強でしたね。お高いお部屋があって、ドッグランが目の前にあったりとかね、うん、そっちは多分お金持ちの YouTuber がいっぱい上げてるから、そっちは3万とかするお部屋だよね。でそこの方たちも一緒のお食事なんだろうね、多分。だからそっちのレベルに合わせてる。相当美味しかったよね、ご飯。美味しいのと、福島に来たなっていう感じのビュッフェだったんで、うん、ちょうどフェアやってたのもあるけど、うん、食事どころはね一緒に行けるので問題ない。だから初めて行くよみたいな子は試しに、もうね、ほんと1個だけ欠点はこれ冷蔵庫じゃないのよ。冷温庫なのよ。もうこれだけ、これが冷蔵庫だったらもう120点ぐらいな。お宿で冷えたものを入れてキープっていうあれなので、どっかで買ってきて冷やして飲もうとかってなると冷えない。常温でもいい人はいいと思います。売店もリーズナブルだし、全てにおいてねリーズナブルなんだよね。であとキャンプもできるんだよね。だからいろんなステイの形があって、ドームコテージはすごい安いんだけど、キャンプも別に多分高くないだろうね。好きな人はキャンプで、
グランピングもあるし、アクティビティもあるし、ね、そう、この後カヌーにね、やったしね、湖沿いにコテージみたいなヴィラがあって、足湯もあり、あんまり順位付けはしたくないんですけど、トップの方に来る、また行ってみたいなっていうお宿、お宿の人とのコミュニケーションというのは基本ないので、うん、食事の時ぐらいしか、食事の時もそんなね、案内されるぐらいなので、本当にこう気軽に行けるところ、チェックインチェックアウトもパパッと済まして終了っていう形、うん、コロナ人見知りさんにもおすすめ、はい、おすすめです。ここだけで楽しめる感じではあるよね。2泊してもいいんじゃないですか。ランチもあそこやってるんでね、バイキング別料金。福島なので八王子からだと行く途中にいろいろと寄れるところはあると思うので、こちらが行ったのは千本松牧場と林道湖ファミリー牧場と那須動物王国行ってるから、いろいろ行けたよね。リーズナブルに楽しめ、最初に行くお宿としては一番いいかも。音もね、うん、コテージだから気になんない、お隣さんとか気になんない、うん、でバギーとか持ってなくてもレストランバギーで貸してくれるので、あんまり道具がない人も気軽にお安く行けると思いますので、初心者におすすめ。この13宿の中で一番おすすめかもしれない、ね、初めてだよっていう子に、ね、ちょっと慣れてきたらアクティビティプラスアルファで遊べると、うん、一人でお留守番させる必要もないから、うん、まあ、部屋でお風呂入るので、まあ、複数人で行けばね、お部屋のお風呂もね結構広めだったから、うん、他のお高いところのお部屋は他の YouTube 見てください。そう、絶対いいと思う、はい、以上4月、草津藤重さん。4月はね、とにかく暑いので秘書、とにかく暑さから逃れようっていう。草津は3軒ぐらいしかないんだよね、と泊まれるところって。藤重さんは本当にアットホームなお宿で、うん、家族でこうやられてるようなお宿さんでしたね。やっぱ温泉だよね、温泉が最高、うん、で全然涼しいんだよね。エアコンついてなかったね、設置すらしてないからね。そうそうそう、ね、ワンちゃんと夏に行く旅行先としては最高だよね、うん、湯畑とか一緒にいろいろ行けるところはあるので楽しめる。今回落語とかも見れました。夜もちょっと湯畑に行ったりして、一緒には泊まれるけどゲージはないで、アメニティは自分で持ってきてくださいみたいな感じになってたとか、うんうん、風が冷たいからこの熱いお風呂に入った後本当に気持ちいいんだよね。アメニティとかは全ていろいろ揃ってるってわけではないので、うん、お家で使ってるものを持っていく必要あります。こちらは大荷物で動くから駐車場がね横にあるっていうのが決め手で ね、畳なんでね、うまついてます。食事は食堂があるのでここに一緒に同伴で、もう一組ねいたんだけど、そっちにももうワン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 してご迷惑でした。なのでうちみたいに他のワンちゃんが来ると吠えちゃうっていう人はちょっと厳しいかな。ただ本当に食事もアットホームの食事でした。料金もジャスト1万ぐらいだったと。ただテイクアウトできるお店は結構湯畑ってあるので、素泊まりでいろいろ買ってでもいいかもしれない。素泊まりできるの？できんじゃないかな。ただ直接電話だと思う。ご相談くださいみたいな感じだったので。ああ、そう。落語もめでたしね。まあ、この時はね、偶然だったかもしれない。演者さんが OK って言ってくれたから入れたので。湯もみは営業してなかったけど、湯もみはワンちゃん OK なの。まあちょっとね、相談してみて。うん、うん、聞いてみれば面白かったよね。芝畑までは歩いて10分もかかんないね。歩かせて散歩でもいいと思います。ワンちゃんと一緒だと歩けた方が絶対いいもんね、うん、初心者向きではちょっとないかな。どっちかっていうとまあ何度か経験してどっか涼しいところに行きたいなって思った時に、ね、夏場は本当にいいよね。というわけで草津藤重さんでございました。8月サンレイクさん、ここはもう夏自由度ナンバーワン、バーベキュー好きアウトドア好きな人はもう絶対ナンバーワンだと。キャンプするんじゃない？ただワンちゃんいて室内の方が安心だなっていう人とかはぜひ。今回素泊まりだったので目の前ドッグランでしょ、湖でしょ、最高、ね、で夜バーベキューで、まあ、朝もバーベキュー買ってきてもいいし、レストラン併設されてるところなのでそこで食事もできるので素泊まりだけどそこでご飯が頼めるようにお部屋にもメニュー置いてあったよね。ここはね本当にね自由度も高い、干渉もされないし、泊まったところはお隣猫ちゃんがいたよ。猫ちゃんが全然会うこともなかった。ドッグランも広かったね。自由に遊べるし自分で食材買って自由にできるので、冷蔵庫がねかなり大きいからいろいろ買って、トイレはあったのかな、確
しかなくて、でもねシートをくれた、全然使わなかったんだけどシートとかボールとかを貸してくれた、でも自分で持って行ってるからいつもここで食事持ってきます、うん、ただバーベキュー素材が売ってるわけではないのでバーベキューやりたい場合はあらかじめバタハンスーパーね、うん、観光っていう面だと最古しかないので目の前が景色を楽しむっていうところと、うん、お店が周りにほとんどないのでコンビニもない、うん、自分たちも調味料買い忘れて買うところがなかったので、うん、そういう不便さは正直あります、うん、部屋はこの通りで、お風呂も基本的にこの宿の大浴場があるとかっていうわけではないんですが、ただ目の前が湖なので気分違うよね。日途中で買っていかないと、ここに着いてから買いに行こうだとちょっとしんどい、うん、ちょっとしんどい。自分たちはこれ河口湖行ってからこっち行ったんで、ドッグラン付きバタハンスーパーで買い物して、周辺環境はちょっと気をつけないといけない、うん、バーベキューの炭とかは事前に100均で揃えておいたから、うん、多分スーパーにも売ってるだろうけど、基本全部100均で揃ったので炭と着火剤と網だね。初心者でも全然いけます。追加で何かって時は困るので、どちらかというと準備万端にできる人、ご飯も炊いたのを持ってきました。そうで、ズボラな人はダメです、抜きません。バーベキュー目的の人はズボラな人はメンバーから外して自然を一緒にこう楽しめるっていう、うん、お安いしね、部屋も広いし、グループでねワイワイ泊まるのも面白そうなお宿だったよね、はい、6人7人ぐらいまで入るんじゃなかったかな、うん、親戚同士とか犬友みたいな、そう4人5人で、次回は今度バーベキューなしでそこの食事で泊まるとかねいうのもありかな。初心者でも自由度が高いから自分らでちゃんといろいろできるんであれば、荷物はちょっと多くなるかもしれないけど、うん、しっかり者さんが行く宿です。サンレイクさん、また行きたいね。9月白浜オーシャンリゾートさん、ここはですね実は行く前にちょっと不安があって、口コミがねあんま良くなかったんですよ、ね、あ、そうなの。基本僕ですね口コミ 4.0 以上でやる選んでるんですよ、ミーハーなんで。もうやめてよ。3点台だったんでちょっと不安だったんですね。ところがどっこい、ところがどっこい良かったんですよね。だからレビューなんて当てにならないよね。僕らのレビューも同じですけどね。アメニティもしっかりしてましたし、こうやってプールもありましたし、ドッグランもありましたし、人用のプールもねあるんで、自分らちょっと入らなかったんだけど、夏場ね我々も嬉しいと、うん、お部屋も明るくて綺麗だしね、大きいしね、ゲージもね。ただ食事は一緒に食べれたり食べれなかったりするので、うん、先着予約制だっけ。テラスがそんなに席数ないのでホームページからの予約、自社ホームページだと優先して取れるみたいな、外のテラスが。自分らは代理店からの経由だったので、うん、いっぱいだったんだよね。そうなので、ちょっと今回夜も朝もお留守番、朝は先着早いもの勝ちなんだけど、ちょっともたもたして、うん、大喧嘩してビュッフェでこういうやっぱ海鮮っていうのは初めてだったので、やっぱ満足度は高い。浜焼きね、浜焼き、やっぱ千葉っていうだけあって浜焼きが楽しめっていうのは非常に人間もいいかなと。口コミとかだとこのなんかあれで部屋が煙とかね、感じなかったけどね。景色だねやっぱね、目の前の海だからね、あの景色っていうのはプライスレス。でも全然高いわけじゃないよね。あと値段が安い千葉なんで、周りの観光っていうところだとね、今までと同じでやっぱ道の駅メインにはなってしまうので。ゲージにさ一面敷いてあったよね、うん、シートがね。夜も少しお散歩して目の前ねスーパーがね、だからうっかりさんも大丈夫で、ワンコメニューもルームサービスであります。入り口もあのワンちゃん用と人用とか別々なので、そうだ、ね、犬連れじゃないお客さんもいるから、ね、犬専用とかではなくて2割3割部屋があるよと、うん、このちょっとしたテラスもね良かったよ、夕涼みしながら。ここは口コミは信用しなくていいです、行ってみて感じてください、うん、初心者の人でもいいんじゃないかな。留守番ができるんであれば、そうだね、食事が一緒に行けなくはないんだけど行けない率の方が高いのですぐ埋まっちゃうみたいだからね。留守番ができるワンちゃんの方がいいのかな、いいかな。他のワンちゃんとかも交流もできると思います。自分らの時はあんまり会えなかったので、うん、一番最南端の方が行ってみてください。以上、オシャンリゾートさんでした。10月ドッグパレスリゾートさん、本当に名前の通りワンちゃんと行くお宿になってますので、誰に尽くせると。ケージはなかったね、クローゼットに一応あったんだけど、ね、使いたい人は使えると、うん、使っていいよ。自分ら自分で持ってったやつを使った、ね、うん、そうだね。お食事とかちょっと危ないかなっていう時ね、テラスね、うん、よ
かったね、景色が。ちょっとドッグランみたいな、広くてね、ミニドッグランみたいな、うん、外にもドッグランがあるので、やり時期のね、室内にもドッグラン、雨の日も安心、ハロウィンの時だったので、お衣装とスタジオみたいな感じになってて、かわいい、かわいい、まあ、非常に広い。コーヒーも無料で飲めます。そうそう、ここの横が食事どころになってたけどで、食事はそこと部屋食と選べました。で、今回自分らは部屋食、部屋食の間は持ってきたゲージ、低いテーブルだったから和室のね、テーブルなんで、うん、和洋室っていうお部屋だったよね。ワンちゃんメニューもあります。他も旅館のいい食事っていう感じ、最高でした。美味しかったね。ご飯はビュッフェじゃないんだけど最高。すっごい部屋出し上手にしてくれて、天ぷらだけ後から来たのかな。そう、ちゃんと別出しなんだよね、うん、そういったものとか、うん、デザートとか最初ある程度ちゃんと並んでて、うん、何のストレスもなく、うん、素晴らしい。ちょっとお肉ね、お裾分けしたり、ね、はい、箱根なんで行き途中とかにいろいろと観光っていうところではそんなに困らないというか、この時は箱根湯本のところに、ね、はい、駅周辺ワンちゃんが入れるセンターに、ね、デザートだけ、これ後出し、うん、お風呂は、お風呂も良かったよ、朝食ね。すごく考えられてる作りの気がするけど、ワンちゃんと泊まりやすく、確か GoTo が始まってたんだよね、旅行支援で93万700円。旅行支援がないと18,700円、旅行支援があってお得に泊まったっていう、グレードはやっぱそれなりに、今までの宿の中でも食事のグレードも高いしっていうような感じ。犬専用なので初めての方でも行きやすいと。フリーでお家で過ごしてるよっていうワンちゃんいいかもね。困りやすい、周りの遊ぶところも多い、うん、周りもすごい充実してるからね。ちょっと寒かったのかな、なんか強羅公園に行けなくて、またねあの辺は行ってみたいよね。というわけで箱根ドッグパレスリゾートさんでした。10月2回目ピカ一部さん、ここはコテージですね。結構アウトドア系の宿泊施設、非常に広くて中を移動しないといけないので荷物が多い人はちょっと大変な。貸してもらえるけどね、バトみたいなのがぎゅうぎゅうになってる。食事を取りに行くのとかお風呂に行くまでやっぱ歩かないといけないので、うん、場所によっては 3,4分歩いて食材もらいに行く、歩いてお風呂に行くっていうところがあるので、そこだけちょっと注意が必要。グリルがついてるので、うん、お食事はそこでね、セルフサービス、うん、なんで冬はちょっと厳しいと思います。冬はまた違うプランあるのかな、はい、グリル使わなくていいようなプランがあるのかどうかわかんないけど、ね、完全外なので寒いかもしれないね。またも暖かい時だったからね。設備的にはゲージもちゃんとありますし、アメニティもしっかりと揃っているので申し分ないと。まあお風呂行かなくても部屋にシャワーとかついてます、それも大丈夫、うん、ドッグランは1コテージの周り、まあ、庭みたいなドッグラン、うん、売店もあるので何か忘れちゃったりとかしてもそこでいろいろ買えますし、うん、お風呂はね本当に広々とした施設のお風呂っていう。サウナもあったし、アウトドア好きな人とかちっちゃい子供がいても安心なんじゃないかな。まあお風呂の時だけお留守番が必要かなと。ご飯はねすぐそこのベランダで食べられますので、まあゲージもあるからね。まあうるさくしても隣と距離離れてるので、少々我慢しちゃっても大丈夫です。なんで食事でバーベキューと。でここは犬がいなくても他にいろいろご提示あるので、犬連れじゃない人も本当に夏休みとか子供とか喜ぶと思います。森を感じる、安全にこうバーベキューが楽しめるみたいなね。炭とか起こさなくてもいいので、うん、そうだね、はい、自由度も高いです。自由度高いね、非常にいいと、うん、食事の時間何時みたいなのないから、好きな時にお風呂入ってお肉焼いて食べるみたいな。そうそう、埼玉も犬と泊まれるところは非常に少なくて3軒4軒しかないんですよね、調べたらね。なので埼玉で犬と旅行ってなるとこのピカさんとか、あと2軒3軒ぐらいしか候補がなかったので、埼玉旅行を考えてる人はかなりの確率でここがヒットしてくると思いますので、うん、参考にしていただければなと。市長さんでもいいんじゃないかな、困らないんじゃないかな、うん、そうだね、困んなそう。時期だけちょっとやっぱ冬は、ね、冬はねちょっと寒がりな子は辛いかな、しんどいと思うので、うん、お部屋にいればいいけど、うん、せっかく来たのに一緒に食べたいもんね何か。行き途中に遊ぶところは結構あるので、長瀞とか行きました、ね、ここも自由度がああいうのでいろいろ自分でやってみたいっていう人はいいんじゃないですか ね、 そうだね、いいと思う。お値段もそんな高くない。デフォルトが25,000円、12,500円がデフォルトです、うん、まあ、そこから支援とかで安くなる。2食付きで12,000円とか13,000円なんで、ね、リーズナブルじゃないですか。埼玉旅行を考えている人は必然的に候補の一つ、うん、手頃感があって
な、はい、11月伊豆アップルシードさん。アップルシードさん実はねずっと前からチェックはしてたんでね、1年以上前から、うんうん、候補には入れてたんですけど、ちょっといろいろと他に目移りしちゃって。伊豆はね本当にいろいろあるからね、行ってみたいなと思いつつね、はい、周辺観光はもう伊豆なんで申し分ない。お宿としてはペンションみたいな感じなのかな。何部屋あるんだろうね。8とか10とか、うん、ご夫婦でね経営されてて、あんちゃん猫ちゃんがとにかくたくさんいるから、保護してたりとか、そう保護ちゃんたち、他の犬とちょっと触れ合いたいとか会いたいとか、ワンちゃんが好きなワンちゃん本当に楽しいと思う。でここも温泉ですね、非常にいいお湯、連れて行けるんだよね脱衣所まで。ここに、うん、一緒に入るときはあそこに連れて行けるから、それも安心だよね。グランパル公園のイルミネーションを見にお夕飯前に行かせてもらって、これお食事、これねこの席、そうこれ感動したね、ワンちゃん用チャイルドシートみたいな、地面線の高さにいてちゃんとフックがついてるから届かないようになってるんだよね。手をついてもカバーがあって、そう、こういうこと、これはね感動したね、すごいと思う。今までやっぱカートに閉じ込めてっていう感じだったので、一緒に座ってさらに同じ高さで座る、抱っこしなくていいっていうのはこれはすごいよ ね。でご飯も栄養士の資格を持っている奥様が作られて、ちゃんとペットシーツも敷かれててね、全てを熟知したプロ中のプロが運営しているお宿、痒いところに手が届くっていうような、そもそも痒くないっていう状態痒くならない状態を作り出してくれているお宿さん。美味しかったお料理も、うん、イタリアン、うん、ワンちゃんメニューもあるのでみんなで楽しめるからね。目の前もドッグランがあって、前っていうとその別荘地の頂上なんでね、あそうだね、うん、行くのがね、うん、ドキドキするかもしれない、結構上がんないといけないので、うん、夜は結構真っ暗になるので不安になる、ね、まあ、ちゃんと案内出てるん で、うん、でお部屋もコンパクトで6畳だから今まで泊まった宿の中でちっちゃい方なんだけど、うん、すっきりとしてるから無駄なものがなくて、トイレは広いお部屋もあるんだよね。でもこれでも十分、2棟で一緒でも十分だと。ホームページもありますけど、初心者歓迎のお宿なので、そう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 、初めての方でも全然ウェルカムで、朝ごはんは焼きたてのパンとかね、パンも美味しかった、本当に至れり尽くせり、なんで初心者にはおすすめ。そのシールもらってね、かわいい、このパンね美味しかった。初心者さんはぜひ、伊豆はねいろいろあってどれにしようかなって多分迷う人が多いと思うので、初めてだったらアップルシードさんすごいいいと思う。初めてのお泊まりはいろいろと多分教えてくれると思います。うん、気に入ったらもうアップルシードさんしか行かなくなるよっていう人いそうだもんね、常連さんが多そう。アップルシードさんでした。12月アンズランド三浦海岸さん、初めてのリピ宿、素泊まりしかありません。ご飯は一切、フサービスはありませんので。朝ごはんがちょっと買えるぐらい。パンね。あと出前はね、充実してるから。もともと会員制のお宿なんだよね。それを一般の人にも貸しているっていう。生活できるような、ロングステイできるようになってるって感じ。でもでで当然ながらワンズランドっていう名前ですので、犬専用のお宿になっていますので、設備系はもう言うことない。ソファーもそうですし、床もそうですし、うん、そうそうそう、ワンチャンソファーまであるから、はい、ベッドは一緒には寝られないです、うん、で目の前ドッグランですし、海までも歩いて2分3分、お風呂も今回は初めて貸し切り、お部屋にもあるけどね、ドッグラン以外にもこういった川遊びできるお部屋も、室内のトレーニングルームじゃないけど、そう、貸し切り風呂も一緒にあります。まあ、湯船は別々ですけどね、別料金にはなりますけど、ね、で留守番させる人も全くない、1時間半、いつ何時でも一緒にいられると。やっぱり初心者さんでもいいんじゃないですか。雰囲気も多分お家に近いのかな。家に近いので出前取ってってなれば外でなくて、うん、やっぱりお食事出してほしいわっていう人には向かないけど、地元の美味しいものから、もういつも食べるようなものから自由にチョイスできるから、気兼ねなくいけるっていうようなね。で当然他のワンちゃん多いので、ドッグランで一緒になったりとかのはちょっと出てくると思うので、ワンちゃん好きな子だったら全然、うん、で周辺環境はあんまり実はないんだよね。食事できてるとかはあるんだけど、うん、観光するとか遊びに行くとかっていうのは三浦海岸はそんなにはない。公園とかいう風になっちゃうので、うん、すごい特別なっていう施設っていうあれではなくて、うんね、風景見に行ったりとかっていうような、うん、でアミューズメントパークとかアクティビティとかってあれではないかなと。リフレッシュしに行くとか、景色を見に行くとか、
海を見に行くとか気分転換に行くとか、うん、っていうような人向けの場所だよね、うん、リア的に海鮮食べたいなとかいうような場所になってくる。やっぱ素泊まりなんでお値段も安いんで、旅行支援だけど安すぎてマックス引かれなかった自由気ままにいろいろと自分で組み立てられる人はいいんじゃないですかね。そうだね、犬とずっと一緒にいたいっていう人も、うん、いいと思う。ドッグランデビューとかでもいい。広めのお部屋が好きっていう人はリーズナブルで、基本どの部屋も広いので、前に泊まったお部屋はここよりちょっと狭い、ちょっと狭いけど広いもんね。部屋の中を走り回らせたいとかねいいのかどうかわかんないけどで雨の日もあれ屋内ドッグラン一緒についてるんで、うん、雨でも楽しめると思う、うん、値段もいいし、まあ、食事も選べるし、お部屋も広いし、お風呂も貸し切りで一緒に入れるし、周辺のあれだけだとね、遊びたいっていう感じだとちょっと物足りないかもしれない。遊びに行くぞっていうよりもお泊りするぞっていう、じゃあなんか美味しいもの食べながらゆっくりしようかっていう周辺環境とお宿になるのかな、ね、あ、これも美味しかったね、シフォンケーキ。ロングステイもいいんじゃないですかね。そうだね。というわけで、ワンドランド三浦海岸さんでございます。ご視聴ありがとうございました。1年間の総集編どうだったでしょうか。1年間分お宿の紹介しましたが、1泊だけ車中泊を行いました。伊豆ゲートウェイ神奈美さんで、道の駅と川の駅があって、まあ、両方とも行けるんですけど、自分たちは川の駅を選択したと、まあ、結果として良かった。コンビニがあったりとか、トイレあったりとか、目の前河川敷でドッグランがあったりとか、環境としても初心者さんには非常に泊まりやすい。22年はそんなに行けなかったんですけど、こういう風に設備が揃ってるところから攻めていけばね。そうだね、ドッグランがついてるところがいいね、はい、ドッグラン付きの道の駅で車中泊したいね。まあこうと、そういった設備的なところと、ね、無理せずだけど調べてね、行ければと思っております。待せずにお待ちくださいもしね、そういうのが好きな人はチャンネル登録して待せずにお待ちください。というわけで、ロンパクチャンネル1年間の総集編でございました。2023年もよろしくお願いいたします。動画面白かったらグッドボタンよろしくね。特的にワンワン、よろしくお願いします。また見てね。